なのや。じゃあ今、チーム今、何位でしたっけ、現時点、撮影時時点。3位。で、3位。え、これ言っていいですよ、言っていいですよ。はい、撮影時時点で、撮影時時点で、3位。じゃあ今、この藤枝が3位にいる。4位。まあ、一人一人。感じるところ。え、感じかね。これはもう、これはもう、これもいいです。そのかしこまんなくていいんで、思ってる感じで、こうだから。いやー、やっぱり、いや、メンバー変わっても、連戦とか勝ったっていうのは、やっぱ、一個要因としてあると思います。うん、そうですね。確かに。大学も累積、あれ大学何でしょう、俺、累積に累積ですよね。出てない時は。で、大輔も累積、怪我リーチ、リーチ。リーチ、リーチ。リーチ、リーチ。リーチで復活。あ、復活？リーチで復帰。あ、リーチで復帰。リーチで復帰。だそういうメンバーが変わっても。そう。誰が出てもいいの、うん、すごいね。勝てるね。勝てるし、勝てるみたいなのは。あれですね。要因じゃないですか。大輔は、うん。同じ話で。ん同じ話で。同じって言うとしたけど、まあ、でもそれ誰が出ても勝てる要因は多分練習にあるんじゃないかなみたいな、まあ、多分前の動画とか言ったりかもしれないけど、マジでこう練習のこう取り組み方みたいなのはなんだろうな、ちょっと去年の熊本に出る部分もあるよね。おお、それはいい、いいことだと思う。すごい練習で成長できるみたいなところはあるんじゃないかな。それ具体的には何なんですか、なんかそういう、例えば強度の部分とか、うん、なんかそういう一個一個のこう練習に取り組みな姿勢がこうちゃんとしてるみたいな、サボる人もいないし、うん、逆にサボる選手が浮くみたいな感じの雰囲気はあるから、はい、そこら辺は質問なんだっけ要因ね、あ、はい、そう、要因だと思う。これはケイ君はなんだろう、あ、でもあの若い選手たちが上の選手たちのこといじったりするからそういう雰囲気とかいいのかなって。待ってんじゃん、いじりまし下の子が上の人をいじったりするから、それが雰囲気がいい要因なのかなって。いじりまし、うちぐいじられてる、そんなにいじられてないっすね。嘘、いじられてる、うん、いじられに行ってる時あるね、自分で。うん、寂しくなっちゃう。おかりさもっと行った方がいいですか、みんな。なんか岡とかに来られたら俺ギュッとしたくなるんで。あ、じゃあみんなか。熊本の時はどんな感じだったんですか。誰が、みんな、俺こう、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 そうなんだよね。そうだよね、岡が一番変わったんじゃない。明るくなったっす。本当は絶対言うと、本当は。マジで楽しそう。僕はもうすっごい楽しそうな毎日。なんとのおかげ、うん、いや、みんなの、みんなの。え、もう一人静かだったっすよ。俺も、オガと関わる時間今年の方が長いから、はい、こんな感じだったかな、みたいな。わかんないけど、その、去年私生活の方はあんまりわかんなかったから。ああ、そんなもう、絡んでなかったっていうか。あ、コロナ、そうそう、コロナだし、確かに。だけど今年結構こう遊びに行ったりとかするから楽しそうやな。楽しいっす。楽しいっす。引き出してもらってます。すげえな。でマジ3人全部出てますよね、試合。ほぼ出てる。結構ガチ格っすよね。格。だいぶ。格かどうかわかんないけど。そういうサッカーじゃん。まあ充実感もあるよね。すごいっすよね。大輔くんの、ガチな話になっちゃうけど、あの、やっぱ締めるときは締めるじゃないですか、うん、結構、うん、いつもヘラヘラしてるけどいつもヘラヘラしてるけど結構言うじゃないですか、ちゃんと練習とか練習中でもちゃんと、ああ、あれ結構、ね、やっぱ締まってますね、雰囲気は。ありがとう。そうっすよね、僕そうっすよね。なんだかんだなかんだ。熊本と、え、違いあるんですか、なんか。でもなんか
似てる感じ、昇格しそうな雰囲気みたいなのは似てる感じありますね。うんうん、ね、ああいうなんかレッドカード出てでも勝っちゃうとか、勝っちゃうとか勝てるとか、うん、もう一回レッドカードだったけど確かにゼロで抑えて繋げるみたいなのは、去年スーパーゴール入って1-0で勝つとかあったっすもんね。うん、そうだよね、どんだけ押されてても。もう一つって言われても分かんないけど、似てる感じがあるような気はしてる。うん、何試合負けなしがあったんですか、最長何連勝。連勝はすごかったね。連勝は7。え、今年俺ら6連勝って 6した。連勝、連敗はしてないですか。してない、連敗してないね。去年何敗したんだ。何か3じゃない、3じゃないか、そんなに。宮崎3敗だけ。宮崎2敗で、あ、2敗で4-5敗。そのショック最後もちょっとしちゃったみたいな。富山引き分けか。宮崎俺沼津も負けたし、沼津1-0-1でも4敗か。そんなにないですか。マジで負けねえなと。いや、マジ負けない雰囲気でも今チームあるっすよね。あるですよ、マジで。若い選手がノリノリやってるってところも、まあ、似てるんすか。似てる。打ち切り覚悟でござんす。あ、じゃあ熊本と静岡の住みやすさ違い、え、これ、え、これ住みやすさの違い、え、違い、真面目な話しちゃったから。そう、真面目な話しちゃったから。真面目に考えるじゃないの。編集でね、編集で何度か面白くしてもらえる。俺ももう唯一あったんだけど。だから、それだから、熊本と静岡の、良さ。大好きな話聞いてますよ。最初。それを出すってことね。出す。OK。じゃあ、それをテーマにするってことね。そうです。はい。内山選手のスーパーセーブの秘訣はって書いてますけど。それはもう。ディフェンスがどうにかしてくれてんだよ。真ん中、大体真ん中に来るっていうよね。真ん中の身の能力者。真ん中に行くよね。なかなかの身を食べたから。でも端に来て決められたら終わりに切れられるから。そっち。そうだよ、結構反省してるわね。小笠原選手は今でもフォワードになりたいですかって言ってるんですけど、点を取ろうとする意識は試合を見ててとても伝わる。出ちゃってるって。小川、出ちゃってる。やりたいなぁ。いつか。2人間カットしてもう一回やりません。言うよ。そうだよね、俺それに行きましたって言うよ。そうだよね。言うよ。ダメ、言うよ。じゃあすいません、須藤さん。じゃあ大学から、大学から順に。熊本のいいところはサポーターが優しかったところと、静岡はあったかい日が多いです。なるほど。え、なぜ熊本。あ、まあそうですね。違いでしょ。まあ違います、違います、違います。違いだろ、これ。これ違いだろ。サポーターが優しいのって違いになっちゃったから大丈夫。そうじゃないんだけど。より優しい。そうだよね。より暖かい日が。静岡の方が。だって、オガのさ、ユニフォームたくさんだもん、さじゃん。マジですか。よく見た。ないです。オガね、本当に、手厚いサポートを受けてる。手厚いサポート何のここで一緒にごまさか。手厚いサポート。俺もそれ、臨場しているから。お裾分けいただいてるから。ありがとうございます。マジで毎回もらってもね。大輔くん、俺は熊本は街がすごいね。おい、雑。どうすごいんだ、言ってみろ。どうすごいんだ。街すごい。街すごい。すごいってなんだ。街すごいけど、なんかね、賑やかっていうの、なんていうの、にぎやかっていう字が分からんかったから。嫌いなでいいじゃん。すごい。静岡は、ご飯食べに行ったら、お茶出てくる。あー。花房とか。花房とか。そうそうそう。え、どこもやっけ？え、マジですか？結構多いじゃん。はいはい。大体水じゃんね。はい。でも、静岡、確かに。お茶が出てくるから、あれ結構好きなんだよ。お茶がうまい。うまい。そのお茶がうまい。そうそうそう。俺それ結構好きで。マジで。わかるでしょ。マジがすごいってなんすか。違う。いや、行ってみたらわかる。マジすごい。え、都会なんですか。都会。なんかギュッってなって。あ、そうそうそう。ギュッってなってる。
ギュッてなってる。ケイ君あれ行きたいんだけどね。静岡は海鮮が美味しい。あれ行きたい。もう実家で行きたいよ。実家が近い。あーもう何より実家が近い。マジで行きたい。なんだかんだなかんだ。休日何してるんですか？ところで。最近結構一緒にいるな。ボーリング？ボーリング行くね。大輔君趣味多いっすよねマジ。ゴルフも行って、ゴルフ部いいじゃないですかゴルフ部。ゴルフ部も。え、それでどうでもいい、それはマジ、それはどうでもいいっす。ちなみに何してんの？マジでどうでもいいっすよ。ちなみに何して、一切誘ってくんないっす。え、誘う来ないっす。来ないっす。コーヒーとか飲んでんじゃないですか？雑なんだよな。そうそうそう。そうそうね、コーヒーは、大体そう。大体コーヒーなんで。みんな生命的に。みんな好き、コーヒーは。じゃあ、取れ高めっちゃあるんで。ある。あ、これあるっすよ。俺もやったっす。一番リラックスしてるすごい。これまでの撮影会で。そんな何があったの一体みんな言われじゃあ、ラスト、締めの質問。うん、あ、そうです。興奮した、興奮した、もう前のめり、前のめりになっちゃって。あ、そう、オッケー。日本産ぐらいから打ち切り覚悟でござんす。じゃあ、最後の質問は、目標はもう昇格っすもんね。うん、だからまあ意気込みっすね、うん、このチームで、まあ自分はこうしたい、うん、みたいな。個人の、個人の、そうですし、やっぱまあサポーター一言みたいな感じで締めくくりましょう。コウ君からじゃあ。まあ、昇格もそうだけど、まだ優勝狙える位置なんで、そこだけはぶらさず、J3 優勝、J2 昇格っていうのは、まあ、なかなか2年連続で、そのチームに入れるっていうのはないと思うんで、ちょっと、もうそこだけは、何が何でも掴みに行きたいなと思ってます。あす。大輔。まあ、去年も優勝したんだけど、まあ、去年と違う立場で、正直去年はあんまり試合も絡んでなかったし、まあ、ベンチ入っても出なかったりとか、結構こう苦しいことが多いシーズンだったけど、今年はまあそれがあって、こうそういう反骨心じゃないけど。それで頑張れてるところがあるから、まあ、しっかり自分が試合に出て優勝を経験するっていう景色を見たいし、まあ、去年見る景色変えろってずっと言われてたけど本当にその通りだと思うから、自分たちの手で新しい藤枝の景色をね見れるように頑張りたいなと思いますよ。ケイ君。まあ、チームとしては昇格優勝ってところがあるから、まあ、個人として、まあ、この3人で今27試合中24失点からなんで1試合平均 1.0 以下、まあ、0.9 以下にすればうちのチームは点取ってくれて勝てるっていうのが分かってるんで、まあ、そこを数字としてデータとして求めていきたいなと思います。いや、真面目真面目真面目もうみんな真面目や、みんな、え0.0、0.9 もうデータ、データ最後にデータすぐ省くんだろ、怒らないで、はい、すぐ省くんだろ。いや、今の美味しい、いいおちで、今の美味しい、今の美味しい、今の美味しかった。じゃあ、ということで、第6回中野の部屋
ロアスト組、ここにて終了いたします。頑張りましょう、みんなで。頑張りましょう。ありがとうございました。